昭和31年台風第3号は1956年4月にフィリピンに上陸後、鹿児島県に上陸した台風である。1951年の統計開始以降、日本への上陸日時が1年の中で最も早かった台風であり、なおかつ唯一4月に日本に上陸した稀な台風でもある。進路図1956年4月16日15時。 カロリン諸島で台風3号が発生。台風は21日18時頃にフィリピン北部のルソン島に上陸。南シナ海で北寄りに進路を変え、24日6時頃に南西諸島に接近し、同日9時に宮古島付近を通過した。そして25日の7時30分頃、鹿児島県大隅半島に上陸し、同日9時に消滅した。このため、新聞では、 台風3号が消えたと報じられた。この台風は一時、フィリピンの東海上で、中心気圧935ヘクトパスカルにまで、発達したが、天候し北上するにつれて、急速に勢力が衰えた。この台風のように、1年の中で4月以前に、日本に上陸した台風は他に例がなく、統計史上最も早い上陸台風となり、2020年現在でも、 この記録は破られていない。2番目に早い上陸台風でさえ5月の後半の27日に上陸しているため、この台風はそれより1ヶ月以上も早かったことになる。ありがとうございます。